NPO 法人札幌カラス研究会中村です。今度はオオセグロカモメです。ヒナですね、ポヨポヨの羽毛がだいぶなくなって、本当に綺麗っていうかね、茶褐色ではあるんですけども、綺麗な翼に生え変わってます。で、ですね、そうだな、このぐらいになるとね、たまに降りちゃって飛べないなんてこともあるんですけども、多分来週にはこのヒナたちも離数して豊平川とかそういうところにデビューすると思いますね。無事にこうデビューしてね、川で、まあね、今豊平川にたくさん親子いるので、仮に見に行ったとしてもね、果たしてこのヒナなのかどうかなんて分かんないんですけども、ただなんとなくね、こう見てると、ん、あれはそうかななんて見てるだけでもちょっと楽しいです。で、多分ね、他はまだ終わってないとこあるのかもしれないんですけど、ここはですね、リスがもう8月の下旬になるっていうのは、オオセグロカモメとしては遅い方です。ここ今年遅かったんでね、でもまあ無事に独り立ちできそうでよか、独り立ちからリスできそうでよかったです。多分他はもうほとんど終わっていると思うので、きっとね、ここがもしや一番遅いのかなとは思ってるんですけど、ただたまにね、10月近くにもうすごいおねだり怪獣してるオセグロカモメの親子見るので何とも言えないんですけども、私が知っている町の中ではここがラストかなと思ってます。それでは。